お疲れ様です。即会塾のコウです。今回は、みずほ銀行から1万8000円あなたに現金ばらまきキャンペーンということでお伝えさせていただきます。まずは数年前ですね、みんなの銀行っていうアプリ銀行がありました。これは、えっ、ー、と、九州フィナンシャルグループでしたかね。福岡フィナンシャルグループか。そちらの方がやってらっしゃるアプリのサービスなんですけども、アプリをダウンロードすると、まあ、1000円入ってる。 ってやつで、これキャンペーンによってはね、一発で2500円ってのもあったんですよ。しかも紹介キャンペーンって言って、友達とか知り合いに、えー、そのアプリを紹介してね、ダウンロードしていただくと、まあ1000円が両方に入りますよってやつとか、最近でしたらね、あの、第一生命のネオバンクっていうアプリをダウンロードして、それで1500円もらいましょうみたいなのがありました。で、今回はそのみずほ銀行バージョンと言ってもいいかなと思います。ここに書いてますけども、 今なら各種条件を達成された方に最大1万8000円プレゼントですよね。これは一回こっきりなんですけども、でも1万8000円もらえたらよくないですかで、水尾銀行ですでにね、口座を作られてる方、1万8000円ではないんですけども、9500円のチャンスでございます。ここに書いてますよね。口座解説等で、まだ水尾銀行に口座を持たれてない方は、とりあえず5000円もらえますよと。それから、キャッシュレス商品とかサービスの入会とか利用で、 最大7,500円のバッグがいただけると。あとは、給料受取口座等の新規口座指定ですよね。これで2,000円もらえると。また、水尾銀行で特読ニー s プラン。これを利用すると3,500円ということになりますけども、そうですね。この7,500円と3,500円は、何かしかの手出しが必要ってことになりますので、考えないとしても、この2,000円と5,000円で合計7,000円というのは、もらいやすいんじゃないかなと思います。 ま、その他ね、後でまとめますけども、様々な段取りで1万8000うのにたどり着くことができます。はい。この春、新しい生活に踏み出すと、あなたへって書いてますけども、別にね、新入社員じゃなくても、誰でも受け取れますんでね。やってみてください。ほら、見てください。口座をお持ちでない方、これを機会に水本銀行で口座を持つと5000円もらえるわけですから、とりあえずこの5000円だけでももらっときませんかっていうことですよね。そして、口座解説をすでにお持ちの方は、 あまたね、この度こちらの方で講座解説を作った方は、こっちの方に行くと、さらに1万3000円のチャンスがあります。これはね、商品を買ったりとかサービスを使ったりっていう条件も入りますので、全部が全部1万3000ってことにはならないと思いますけども、とりあえずお給料の受け取り講座を、この新しいみ戸銀行に設定するだけでプラス2000円なんで、7000はね、誰でももらえるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、講座をお持ちじゃない方は、まずは講座解説をしてアプリをダウンロード。 それから、この新生活応援キャンペーンにエントリーして、そして、ここのね、えー、新しく開設した講座に5万円を入金すると。そうすると、もらえるということになりますね。え、アプリの方はこちらの方でダウンロードしていただければいいのかな、っていうところでございます。はい。そうするとね、上記ステップ、1から N の達成で5000円。えそして、いろいろとサービスを使うと1万3000で合計1万8000円ですよ、ってことになります。 ねえ。まずはここからです。みずほウォレットの新規登録で1500円。そしてみずほ JCB デビットの新規入会で1500円と1500円と。みずほマイレージクラブカード1500円。J コインペイで1500円と。なんかもうややこしいですね。こうやってね、小刻みに来ると。で、ここで一つ気づいていただきたいんですよ。いかにね、第一生命のネオバンクっていうのがシンプルに あの金額をもらえていたか、最大7万5千円だったかってことですよ。それから今でもキャンペーン続いてますけども、あの、みんなの銀行ですよね。こちらの方はこんな複雑な手続きないんですよ。なのに、そのたんびに1000円もらえるわけでしょ。最大30万です。だから今回、水尾銀行のこのキャンペーン紹介しましたけども、もう結構ややこしいでしょ。うん、ややこしいんですよ。まずは口座解説をしてそこに5万円掘り込むと、確かに5千円もらえるんですけども、 何言ってて1万8000までややこしいわけですよ。で、それに比べたら、今まで私が紹介した、あの、第一生命ネーバンクと、今でもキャンペーンやってるみんなの銀行はいかに簡単だったかってことなんで、こういった美味しい情報もね、多少の作業がありますから、あの、作業には慣れていく必要があります。例えば今回の水尾銀行のこのね、手順だって、トン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 というふうにね、もう慣れておけば、これ1万8000最初からもらったも同然なんですよ。でも慣れてないと、もう億劫でこの情報をせっかく、 自分の頭に入ったのにやらないでしょ。うん。だからやらなければ作業のスキルは上がんないですよ。うん。だからみんなの銀行とか第一生命のヨーバンクのアプリであのお金をね、3万とか5万とか稼ぐことにもう慣れておかなくちゃ。こういったチャンスが来た時にまた見過ごすってことになります。このようにね、お金を稼ぐチャンスってのはそのスキルが高い人はほとんどのものが使えますけども、いちいちめんどくさがって下げてる人にはせっかく情報が来ても使いこなせませんよってことになっちゃうのが 今回お伝えしたいことですね。はい。それではね、最後もう一回まとめていきましょうか。えーと、まずね、第1に、水ほウォレットダウンロード、デビットスイカを新規発行。これで1500円もらいますと。次、水穂 JCB デビット、新規、翌月末までに1回以上利用すること。水ほウォレットアプリに登録アンドウォレットで1回利用。これで1500円プラス1500円と。で、3つ目の段階。 みずほマイレージクラブを発行して、翌月末までに1回以上利用で1500円もらえると。さらに、4つ目、えー。J コインペイにみず銀行口座を登録、アンド、翌月末までに1回以上利用で1500円もらえるよと。第5段階。1500円プレゼントです。3万円以上受け取って、えー、これね、給料で。で、ダイレクトアプリ1回以上利用してくださいっていうことで1500円。最後に、 ペイペイに1万円チャージして2500円以上の決済をすると500円もらいますと。これで合計9500円もらいますよっていう手順になります。ややこしいでしょはい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。